シャトール・レザルプは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、オート・イコール・アルプ圏のコミューン、アンブランの北東 7km のところにある。セール・ポン・ソンコの東端から 8km 離れている。国道94号ギャップ・ブリアンソン・モンジュネーブル、線は、シャトール・レザルプを回避する。1九9五年以降、この村は、地域圏議会議長ジャイクロードゴーダンによって、 開通された、迂回色の恩恵を受けている。1150年、カストラム・ロダルファイト公文書に記された。これは、ラテン語で、ロドルフの城を意味している。1996年8月7日のデクレにより、シャトールーから、シャトールー・レザルプとなった。1988年以降、実験的に、ブドウ畑が、コミューンに作られた。ペーデオーと、 アルプワインの改良のためである。ブドウ畑は地元の生産者、自治体、エクラン国立公園がサポートしている。ブドウ畑での試験栽培の目的は8品種のテストである。ジャケール、アルテス、マルサヌ、シャルドネ、シャザン、ルミュレー・トゥルゴ、ピノ・ノワール、ピノ・グリである。高山気候に最も適した品種を見つけるのが目的である。最近の収穫実験は ジャケール、アルテス、マルサヌで行われた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE、サンマルスラン協会、シャトール・レザルプの、 最も驚くべき場所は、エクラン国立公園内のピスタキである。これは、ディストロワダニから渓流で流れる。サンマルスラン集落のサンマルスラン協会は、フランス歴史文化財指定されている。ありがとうございます。